よし、今回はですね、このストロングゼロドライとこのね、ミキサーでですね、アルコールフラペチーノを作っていきたいなと思います。お前何言ってんねんって感じでしょ。お前やってるって感じなの、わかるよ。それはわかるんですけど、自分スターバックス屋さんあるじゃないですか。スターバックス屋さんのアルバイトに4回面接を受けたんですけど、4回全落ちしたっていう記憶があるんですよ。だからちょっとまあのスターバックス屋さんになれなかったんですけど、だからそのなんでスターバックス屋さんになりたいかって言ったら、その最後のそのフラペチーノとかこうくるくるくるってする人いるじゃないですか。あれになりたかったんですよ。あれになりたかったからスターバックス屋さんにね、なりたかったんですけど、それがまあできないっていうことですね。今回ね、この自分でね、アルコールフラペチーノ作っていってね、自分でね、こうくるくるくるってやっていきたいなと思って、夢をね、実現したいなと思います。それでね、早速行っていきましょう。ここにまずミキサーにね、いや氷、パンパンの氷をですね、このパンパンの氷を入れましてですね、で、このここから出てきたこのミルクをね、このストロングゼロとミルク割りでこう割って入れて、でクワー混ぜて、で最後ホップクルクルして、まあチョコとかつけていきたいなっていう所存でございますね。まあ、絶対これとこれは合うと思うんで、絶対美味しいの確実なんですけど、まあ一回ねやってみたいなと思います。ちょっとなんかさっきから飲みすぎて、なんかそんな少ないんですけど、まあ、これをね、あーもったいないけど、少ないですね、思ったより。え、もうちょい、いやでもまあ一回これ試しなんで、これまあやりましたっていうことで入れて、でこのシロップじゃない、ミルクを入れたいなと思います。なんかそのスタバとかって自分全然行かないんですよね、ほんまに。年一行けばいい方でして、なんでかって言ったらやっぱりそのね、なんかその雰囲気があんまり好きじゃないっていうか、なんて言うんでしょうね、その偏見じゃないんですけど、なんかそのおしゃれな人ばっかり集まってるっていうあの雰囲気めっちゃ好きじゃないんですよ。なんか自分が行ったら場違い感が出て、なんかすごい遠のいちゃうんですよね。でもフラペチーノは大好きなんですよ。だからここでフラペチーノ作っていきたいなと思って、でこう混ぜまして、でこう手でこう混ぜまして、あ、ちょっとこれ歯があるから危ないですよ。まあ皆さんね、気をつけて、UV ステアでするとき、これ、気をつけてください。っていう感じで、まあ、フックで拭いてと、で、いきまして、で、まあ、ここからね、お待ちかねのね、シャーというタイムに行きたいなと思います。こう、ここに。めっちゃ緊張する。どうしよう。いきます。3、2、1、5、シュー。ましたと、こう革命来たかも。革命じゃない？で、うわ、こういうのなんかスターバックスの店員さんやってるじゃないですか。こうやって、じゃ見てるんですよ。こういう感じで、うわ、ってこれ、危ない、あ、全部入るわ。よし、来た。これ絶対こっちよりこっちの方が容器可愛いと思うんで、これ入れたいなと思います。映し替えたい。待って、なんか浮いてるんですけど、わかります？このほら、ここなんかよくわからんことになってる。怖い。怖い。なんか固まってる。やばい、これ勢いで行くしかねえ。待って、ぴったりやん。笑った。待って、ぴったりやんこれ。奇跡が起きた。ここに告げましたと、全部ホイップ買ってきたんで、これでふわーって、夜食べたんです。だってめっちゃ夢やったんですよ、これ。スターバックスでこうくるくるくるってやりたかったんですよ。夢が叶う瞬間である。めっちゃちょっとテンション上がる。どうしよう、待って、これずっとやりたかったんですよ。いきます。はー、めっちゃ嬉しい。これやりたかった。おー、こう、めっちゃ嬉しいんですけど、ずっとやりたかったんですよ。スターバックス屋さんでこれをやりたかった。なんでこんな小汚い家でやってんだよ。チョコソースみたいなのかけたいと思います。これちょっと熱湯なんで、ちょっとこれ危ない。あー、いけますかね。もう、あ、めっちゃ綺麗。待って、これさ、快挙ちゃう。めっ
っちゃ綺麗にできたんですけれども、え、待って、テンション上がってきた、やばい、テンションめっちゃ上がってきた。これね、あの、飲んでいきたいなと思います。これで、え、見た目はガチでフラペチーノですね、ほんまに。これがまあどんな味になるのかっていう感じなんですけど、おお、あー、なんかすごい勝手に上がっていくぞ。これ飲んでいきたいなと思います。いただきます。え、待って、え、うまくね。え、うまくね、普通に。え、待って、うまい。え、おいしい。待って、ほんまにごめんなさい、皆さん。え、嘘じゃない。これ、え、嘘なんかな、どうしよう。え、どうしようって何か分からんけど、あの、自分なんか甘いものでお酒飲めるタイプなんですよ。だから、めっちゃいいと思います、これ。え、普通に、え、まずいと思ったんですけど、普通に飲める。え、うまい。これアルコールフラペチーノですよ。ちゃんとね、あの、ストゼロの味もして、で、そっからミルクのコク。で、この甘いホイップの味。で、チョコソースの甘み。え、めっちゃ好きなんですけど、これ。え、うまい。やばい。え、スターバックスさん、アルコールフラペチーノどうですか？作ってみません？快挙やん、これ。でもこれに逆になんかシロップとか入れたらもっと美味しいと思いますね。ほんまに酒感がない。もう、全部消え去ってますね、ストロングゼロが。え、これ全然飲めると思います。これ自分の味覚が終わりなんですかね。いや、うまいけどさ、これ一気飲みしたら痛い、氷が、体内に氷が、急に気管に氷が入り込んで、痛いよ。臓器が悲鳴を上げてます。アルコールフラペチーノ一気飲みする方、あの、気をつけてください。夏にぴったりなんで、もしね、あ、試される方よかったら試してください。会員しました。え、マジでね、ほんまに、あの、甘いものとお酒飲める人やったらもう全然飲めると思うんで、ほんまにね、あの責任は取れないですけど、試したい方試してください。本当にあの、いいアルコールフラペチーノ出てきたかと思います。スターバックスさんもね、これ見て、あの、検討してくれたらなと思います。あの、発売待ってます。よろしくお願いします。